はい、こんばんは、炎上です。今日も YouTube よろしくお願いします。ということで、なかなか、暑い日が続きますが、YouTube たくさんの方見ていただいて、少しはお役に立てればなというふうに思います。今日もイベントあったんでね、そこら辺を中心にお話しします。今ちょっとドルが下落してるんですが、経済指標出ましたね、アメリカ CPI なんですが、これでドル高一旦終了するのかどうか、ちょっとチャートを見ながら考えてみたいと思います。その後、そのドルがちょっと今、ね、下落している原因になった CPI、アメリカの消費者物価指数の分析。あと、雑談で、メッシ残念ということでしたね。ちょっとね、三木谷さんに期待してたんですけど、さすがにメッシ、東京には来てくれないですよね、今の時点でね。でも、いいや。まずは、じゃあ、ちょっとお話しますね。はい。これ、ドルの動きですね。ドルの動きを、ドキシーって言うんですけど、バンドの名前じゃなくて、ドルインデックスってやつですね。ドルの強さを示すというところで、ドル、我々 FX の取引って、ドル円とか、ユーロドルとか、二国通貨間の、交換比率を、こう競うわけじゃないですか。交換比率が高い時に売って、その通貨が安くなった時買う、あるいは安い時に買って、高くなった時に売るっていうのが FX の、キャピタルゲイン、利益を上げるんですが、ドル、今は、昨日も申し上げたように、ドルの方向性で為替が動いてるんですよね。一時、ちょっと前までは、円高か円安か、で、株高で円安で、債券安っていうのがリスク先行。リスク回避になると株安で円高で、債券、利回り低下みたいになったんですけど、その動きがちょっと今収まってきちゃって、どちらかというとドルが上昇するかどうかっていうことなんですよね。で、アメリカの雇用統計が先週の金曜日良かったんで、ドンと上がりましたと。で、その後じわじわドルが上昇してきてますということで、93.20ぐらいまで行ったんですが、今落ちてきてます。今日のデイリーピボットが93円じゃないですね、93ポイントですね、のところにあったんで、そこを下抜けして、デイリーピボットのサポート2のところでぴったり止まりました。で、今戻るんですけど、93のところがちょっと戻りきれない。デリ、あのー、ピポットは93.048ぐらいですね。になってます。これ、少し大きいチャートで見てみましょうか。大きいというか、日足ですね。で、昨日もお話ししたかと思うんですけど、この93.4050あたりが何度も止められてるところです。こういうところは、なかなかすぐには抜けない。で、特にこの場合、ドルインデックスといって、ドルの強さを示すのですから、やっぱりユーロとかドル円とかドルスイスとかポンドドルとか豪ドルとか、すべてを合わさったものの指数なんで、やっぱりそういう意味ではどちらかというと、ブレイクするときはやっぱり大きくブレイクしますけど、そう簡単に抜けない感じになってきますよね。ドル円だけとかユーロドルだけの方がまた抜けやすいんですけど、で、またこのドルインデックスって、ユーロのウェイトがでかいんで、ユーロの動きに左右される部分もあります。で、やっぱり93.4050止まりまして、また落ちてくるんですけど、この92.50とかあたりまで落ちるのかどうか、そこまですぐに落ちるんでしょうけどね。という動きになっています。1時間足で見ると、こんな感じですね。さっき言ったように、サポートの2で、92.856ぐらいでぴったり止まったんですけど、やっぱり上重いんで、もう少し落ちるかなと思ってます。昨日のよ、おとといの安値の92.70ぐらいまで。そうするとドル円ってもう少し110円の低いところまで行くのかなというところで、ドル円見てみましょうか。ドル円も今日は、デイリーピボットの、レジスタンス2のところでやっぱりぴったり止まりましたね。これは上昇していきました。これは金利が上がったんですけど、なんでアメリカの金利が上がったかなというところなんですけど、ちょっとこれはさっき、後でやりますね。で、デイリーピボットのレジスタンス2で止まって、今、デイリーピボットが110円の48ぐらいで、今、やっぱりそこで揉み合ってますよね。
で、サポートの位置が、110円の37なんで、40付近で止まっています。ですから、こう、今、どっちに行こうかって今、悩んでるとこなんですけど、やっぱり上はちょっと重そうですよね。ですから、さっき言ったように、ドルインデックスがもう少し下がるとなれば、まあ、サポートの2ぐらいの110円の16ぐらい、まあ、今日110円はブレイクするような、ドル安にはならないと思うんですけど、110円サポートするんですけど、もう少し下がるかなというふうに今、ちょっとそんな感じで見ています。で、今日の、これからの材料とすると、10年債の入札が、夜中の2時ぐらいですか、ありますんで、まあそこまで待つのかなという感じがしますね。で、金利が低下したんで、やっぱり、ダウ先とか今122ドル安、もうすぐあと2分ぐらいで開きますけど、SP500 が11ポイント。まあこれ0.3%ぐらいの上昇ですよね。あと、ナスダックの先物が55ポイント高。これも0.4%ぐらいの上昇ということで、やっぱり金利が低下してくるんで、株が強くなってます。日経平均先物も28,240円ぐらいまで、先物見に9月ものね、上昇していますね。まあそういうことで、ちょっとドルがもう少し落ちるかなという感じで見てるんですが、まあどうでしょうね。まあ基本的にはまだドル高が続いてる感じがします。で、ユーロドルなんかも見ても、やっぱり1.17って重要ですよってお話は昨日もしたかと思うんですけど、ここをずっと、何度も止められてるとこですよね。やっぱり、トレードするとき上位足、期間の長いものをまず見る必要がありますね。で、そこので、こういうふうに、ここって3月の安値なんですけど、1.17付近っていう、こういうサポートがあるとこは一応押さえておいた方がいいということで、1.17重要ですよというところで、もう少し1時間足とかを見てみると、まあこんなになってますよね。1.17がサポートして、今、デイリーピボットが1.17の25ぐらい。東京時間は25がやっぱりここは止められて、今そこを抜けてきて、レジスタンスの位置を一瞬抜けたんですが、やっぱり50ぐらいで止まってるということで、まあ、とりあえずここですよね。おとといの、高値の60、70あたりを抜けられるかどうか、そこまでドル安になるのかどうかっていうところかと思います。ちょっとね、やっぱりドルのロングの調整というか、投げが今出てるような感じがしますね。で、まあ、この流れ続きそうかなと、もう少し続きそうかなという感じです。金利見てみましょうか。で、金利が、こんな感じです。1.37まで上がったんですけど、やっぱり今1.34ぐらいまで落ちてきて、もう少しね、ここデイリーピボットなんですが、もう少し落ちるかな。1.3031ぐらいまで落ちるとなると、やっぱりさっき言ったようにドルがもう少し落ちるかなと、今微妙なところにいますよね。で、先物っていうのを見ると、やっぱり先物も、金利が低下すると、債券の価値は上がりますんで、先物は上昇してる。で、まあ、先物の方がね、実際これはトレードしてる価格なんで、こういうデイリーピボットとかそういう数字が、しっかり出て、くると思います。なぜならば、こう、金利っていうのはやっぱり実際金利自体をトレードしてないんで、まあここは止まってますけどね。やっぱりもし先物価格が見れるのであれば、先物価格も一緒に見た方がいいかなと。で、やっぱりこの133.20あたりを超えてくると、もう一段、債券の価格が上昇、金利が低下するということですね。まあこれは10年債の入札次第なのかなという感じがします。はい。まとめてみると、あ、そうだそうだ。なんで、金利が今日下がったかっていうと、アメリカの上院で、3.5兆ドルの規模の予算決議を50:49で賛成可決したんで、その前にね、1兆ドルの、昨日1兆ドルの、予算を可決しましたよね。で、アメリカでそういう予算案が可決されてるっていうことで、アメリカの財政赤字が増える。もともとバイデン大統領、これらを、
増税とセットでやろうと思ってたんですけど、さすがに増税とセットだと共和党の方がイエスって言わないんで、そうなると増税しないで財政支出を増やすということは、国債をたくさん発行しなきゃいけないということで、財政赤字が増える。財政赤字が増えるっていうのは、やっぱり債券にとってはいいことではないんで、まあ債券が売られて、金利が上昇したっていうのが、ここ数日の動きですね。アメリカの雇用統計が良くて、アメリカの景気いいじゃん、みたいなこともあるんですけど、こういうように予算が通って、財政赤字増えるじゃん、みたいなところも、金利が上昇しちゃってる原因の一つであります。そうですね。じゃあまあそういうことで、金利が、今、低下してますよと。まあ金利が上がってたんですけど、今この CPI を受けて金利は低下してますよと。で、その、きっかけになった CPI ですね。アメリカの、消費者物価指数。まあこれが、ここまで上がってきてたんですけど、今、前月比で、7月分は 0.5% まで低下しました。6月は 0.9% だったんですね。うん。経済指標ですね。で、まあ、これ年率ですると、こっちであるんですけど、5.4% ぐらいなんですよ。で、アメリカの、物価のFRB、アメリカの中央銀行が物価を、の目標って 2% なんで、5.4 ってかなり高いんですよね。で、まあ、今コロナの時期なんで、少々金利が 2% を上回っても多めに見るよと、経済の回復を先行するよ、重視するよって言ってたんですけど、まあ 5.4 はさすがに上がりすぎじゃないのと、まあ前回は、結構上がってたわけですよね。これを見ますと、まあ、前回も 5.4 だったんですけど、前回は前月比で 0.9% だったんで、まあ、そこからだいぶ低下しました。コア指数のところも 0.9% から 0.3% までかなり低下しました。で、そこはそれでいいというところですね。で、何が下がったかというと、ここですね。ガソリン、とか、ガソリンもちょっと下がったし、オイルとかも 2.9 から 0.6 に低下ということで、少しエネルギー価格が低下してきている。まあ、ここは、まあ、どうしてもしょうがないなっていうところですね。あと、ユーズドカー、中古車の価格がアメリカすごい高かったんですね。で、前月までは 10.5% 中古車が前月比で、上昇してました。まあそれが今回は 0.2%。1年前に比べると 42% ぐらい中古車の価格が上がっていました。まあこれはなぜかっていうと、皆さんご存知のように半導体の供給が滞っちゃって、新車が出てこなくなって、まあ出てこないっていうか新車の台数が減っちゃったんで、まあそれで中古車の価格が上がったわけですよね。でも新車が出てくるようになって中古車の価格は少し落ち着き出したのかなという感じがします。今日半導体関連の株価下がったじゃないですか。まあそれ昨日アメリカの調査会社が半導体の増産がもう軌道に乗って、DRAM なんかの価格が年末にかけて、低下するっていう、まあ、その、価格の下落の話で、昨日即指数とか下がったんですが、要は価格が下がるってことは半導体の増産、そういうチープな半導体の増産がうまく軌道に乗ったということで、まあ、そうすると車なんかの増産には結びつくなというところで、まあ、そこら辺の流れなのかなという感じはします。まあ、このように中古車価格が低下したというようなところも、アメリカの CPI が少し低下した原因なのかなという感じはしますね。やっぱりアメリカの中央銀行である FORB、まあ、FOMC というところで会議を開くわけなんですが、まあ、それの2大ミッション、FRB の2大ミッション、与えられた責務っていうのは、物価の安定と完全雇用なんですね。まあ、これは結構相反することなんですけど、物価の安定っていうのは大体年率で 2% ぐらい。で、
完全雇用っていうのはどこが完全雇用かなっていうのは分かんないんですが、昔は5%失業率が完全雇用と言われてたんですが、今はまあコロナ前の一番低いところの3.5%ぐらいの失業率じゃないかなというふうには言われています。これは実際にいくらいくらの失業率っていう数値目標は出ていません。で、2%の、インフレ目標っていうのは世界各国2%じゃないですか。ECB もちょっと前までは2%を超えない2%に近いところみたいな。で、日銀も黒田さん2%みたいなことを言ってて、先進国はだいたい2%出てますよね。これなんで2%なのかっていうと、やっぱりデフレ、日本みたいにデフレになってしまうと、経済が停滞するし、資産価格は上がらないんで、だいたいマイルドなインフレである2%前後ぐらいだと資産価格も上がるし、給料も上がるっていうのが表向きの理由ですね。あとやっぱり最大の理由は、日本も含めてこれだけ財政赤字が膨らんでしまうと、まともな方法ではこれは返せない。増税するのも無理だし、増税だけで、この1000、まあ、日本だったら1800兆円ぐらいですけど、それをなくすのは、無理。で、歳出カットだって無理。で、両方やっても無理となると、マイルドなインフレを起こして、借金を長い時間をかけてチャラにする。なんでチャラにするかっていうと、インフレが起こると、お金の価値って、低下するじゃないですか。まあ、そうすると、まあ、例えば今、日本の国の赤字が1500兆円あっても、それは2%ずつインフレが進めば、毎年2%ずつ、まあ、足し算じゃなくて、まあ、これはちょっと、もう少し加速度的になるわけ、年率でいくと加速度的になるわけなんですが、まあ、それずつ、赤字が減っていくことになるんで、インフレになると借金してる人が有利になるんですよね。まあ、それを狙ってるのかなという気もしますけどね。はい。ということで、まずまとめると、今日のところは、まずアメリカの、CPI が低下しました。少し、金利が上がってる原因である、物価の上昇が少し止まるかなというところに来ました。で、ですから金利が少し、低下して、ドルの上昇が一瞬止まって、止まりました。でも、これから、アメリカの10年国債の入札があるんで、まあ、それを見て、もう少し決めなきゃいけないんですけど、一旦高値をつけたかなというところで、少しドルがもう少し落ちるかなと。ただ、まだ金利上昇、ドル上昇のトレンドっていうのは、続いてると思うんで、今日の締めがどこまでいくかっていうのは、夜中の入札次第なのかなというふうに見ています。ということで、今日のところは、そういうような、結論になったかなと。株価は、上昇してるようですね。そうですね。ダウは150ドル高、ナスも上がってますね。まあ、ちょっとナスダックの戻りが弱いような気もするんですけど、そういう感じになってますね。はい。あとは、まあ、雑談なんですが、メッシが、45億円で、パリ・サンジェルマンに入団ということで、パリ・サンジェルマン、ネイマールもいるし、エムベバもいるし、まあ、これすごい強力な攻撃陣になりますよね。この3人が揃うっていうのは、なかなかすごいことだなと思うんで、まあ、メッシ45億円年俸みたいで、バルセロナの時はもっともらってましたよね。で、バルセロナのサラリーキャップが、ラリーが、スペインリーグの規定を超えてしまったんで、メッシと契約することができなかったということで、メッシ・パリ・サンジェルマンに行きましたということで、まあ、やっぱりまだ34歳ということで、彼のやっぱりキャリアのもう後半に差し掛かってはいるんですけど、まだまだその輝きは失われてないですよね。で、パリとは2年契約ということで、まあ、この3人の攻撃陣の中で、欧州チャンピオンズカップを取って、世界クラブ選手権に行ければみたいなところなんだ。まあ、それで見れればいいかなと思うんですけど、三木谷さん250億円ぐらい
にバルセロナにスポンサー料払ってるんで45億円ぐらい出せるだろうとか思うんですけど、まあメッシがまああのまだ来てくれないんですよね。あと2年ぐらい経って、パリ・サンジェルマンとの契約が2年みたいでプラス1年オプション付き延長みたいな感じなんで、もし36、7になってまだメッシが現役を続けるということであれば、神戸に来てくれたらいいなみたいな思うんですけど、日本でメッシ見れたら最高っすよね。まあそれで神戸がアジアチャンピオンリーグ勝って世界クラブ選手権行くっていうのもありじゃないですかみたいな夢をちょっと抱いたんですが、ちょっと無理だったかなという感じがします。メッシ2年後待ってるよって感じですけどね。はい、そんな感じで、まあ僕ちょっと高校時代までサッカーやってて、サッカー好きなんで、今日は、サッカーの話をしてみました。ということで、今日の、動画が良ければ、いいねボタン、よろしくお願いしますということと、あと、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録していただければ、こんな感じで、相場の話、毎日、ほぼ毎日してますんで、見てみてください。ということで、また明日。